クローズの時が22歳、2歳だったでしょ撮影が、うん。あれデビュー？あれデビュー。あれデビューなの？デビュー。うわ。華々しいね。うん。華々しいね。なんつうの、メジャーデビューっていうのかな。だから18で、だから東京出てきて、うん、もともと千葉でしょ？そうそうそう。でも、まあ、3、40分ぐらいで東京まで行けるから。で、そこから役者になるってくすぶってたけど、ねえ、一セリフしかないのに、舞台で、はい、3500円のチケットノルマ30枚ですとかさ、そういうのとかやったり、あとエキストラも何本も何本も出たし、で、そんな矢先に、まあ、クローズゼロ、あ、クローズっていうさ、漫画のが実写化するってマジかよってめっちゃすごいことだったじゃん。もともと見てたでしょ？見てたでしょ？見てたでしょ？あれはもう震えたじゃん。そんななんか、オーディションで受かって、あ、オーディションして、うん、オーディションで受かった時に、うん、受かったよって電話来た時には、俺も、やったぜって思ったよ、うん。で、なんか、何行かあるうちの一人かな、ぐらいな感覚で。今までがそうだからね。そうそう、うん。でも嬉しいよ、この映画に携わるんだとか思ったら、うん、台本が届きます。うんうん、えって台本に俺の名前がめちゃめちゃでかく載ってるみたいな、うん、まず最初の方にね、そう、うん、嘘でしょ、うん、みたいな、俺も泣いたからね、うん、台本で、うん、そう台本見てふうって泣いたからね、うん、で、まあ、やったらさ、正味、うん、あのクローズ1の時なんて、うん、そこまでシーンとかセリフって俺なかったんだね、うん、だけど、うん、三池監督ってさ、めちゃめちゃカット数だったりシーン数さ増やしてくれるじゃん。 その反面、三池さんの意向に合わなかったりとか、ちゃんと作り込んでこなかった役者さんってめちゃめちゃ削られるやん。めちゃめちゃいい役もらったねって思ってるかもしれないんですけど、デビューにして、うん、あれはね、本当に三池監督がいろんなシーンを増やしてくれて、確かに本当すごい葛藤数も増やしてくれて、うん、あそこまで出れたみたいな感じだった。そうね、うん、だから宗介くんの俺言葉も今の覚えてる。お前存在感あるなって、そう言ってくれたよね。偉そうに。俺の23歳ひどいね。うん、おう、要ってお前存在感あるなって あ, ありがとうっつって、うんっつって、いやめちゃめちゃよかったよってありがとうっつって、どう、恥ずかしいね。恥ずかしいな。うん、そうね、だからそういうところから、でワンの時なんてやっぱさ雨降らしたじゃん、うんうんうん、俺もそうちゃんにさ、ずっと言いたいことあって、何回か言われてる気がするよね、うん、でも、うん、笑ってただけじゃん、うん、しっかり謝ってほしいことがあるっていうかさ、笑ってごまかされたっていうか、ハッて俺言うことに対してそれをさ、ああなことあったなぐらいなさ、うん、違うんだよね、うん、違う、俺はマジで謝ってほしい。まあ雨降らしして最後のさ対決の時にさ、トカジユージとイサキが、イサキシュンがタイマン張る。だから僕らがタイマンのシーンよね。うん、ね、うん。やっぱ何度もアクションの練習したじゃん。したした。ね。うん、しかも俺は最後の、お腹をこうやってバコンって蹴られて、うん、ね、耐える、うん、耐えてその後こうやって向かうっていうシーンね、うんうんうん、なのに、うん、俺耐えられなかったじゃん、あの時、うん、もう転んじゃったのよ、要は、うん、ね、うん、だってさ、うん、エンジニアの重いブーツよ、重かった、ここにさ一応さ、うん、腹にさ当てて思いっきり蹴れるようにさ、うんうん、なんか俺腹筋入れてさ、うん、なんかもう前蹴りでボーンってさ、
ってって俺はグッて踏ん張っていくシーンのはずなのにさ、そうちゃんさ、うん、右ももにさ、うん、その重いエンジンをボンって打ってあーってなって俺本当に痛くてこう倒れちゃってねってでもね倒れたままじゃないから俺そうやって起き上がっていくまでのシーンだったからすごいね痛いちょっと止めてよカメラとか思いながらもう止まんないよ、うんうん、雨も降らしてるしもう一回こんなねワンシーンのためだけにもう一回やらせてくださいできないからあーっつってこうやっていくわけよ あれ演技じゃないからね。すごいマジで痛かったから、ね、リアルな芝居を違うリアルな芝居じゃなくてあれ演技じゃなくて本当に痛かった謝ってここに当たったのいや見せたじゃんこれんメイキングでも載ってるよあ載ってるのかメイキングで載ってるよで笑っただけよそうで未だにため話してもさ笑っただけよでこうやってことの重大性全然気づいてなかったごめんねめごめんあの時はごめん本当にごめんおえおうじゃあいいでしょうそうやな、なんかそれずっと言ってたもんなからねそう、うん、あの22の撮影から15年間ずっと思ってたんでそれをうんいつ謝ってくれるんだろうっつってそれよくないな俺うんやっと謝ってくれたねごめんだってめちゃめちゃ腫れてるじゃんって言ってたからねうん、普通の人はだってごめんだからそこであでなんかそれ映像も俺あんま覚えてないんだけど、うん、でも、うん、映像もこうリアルな感じになったでしょ作品自体もめちゃめちゃあったその使われてんだそのまま使われてるおおすげえいや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 リアルだねやっぱり三池組ってリアルだ ねそれ考えたら俺もねでもね本当重いな重いなと思ってたの足上がってた本当に雨のシーンでずーっと含んじゃっててわかるでしょめっちゃ重かっためっちゃめちゃ重くてそれを覚えてんだよ、ね、めっちゃめちゃ重かったもん確かにそれは良くないわ、うんねね、めっちゃ腫れちゃってさ俺あの後ねすげえビッコ引いてたわけよあ、うん、でもその後のシーンとかもあったんでしょあったよでもそんなの見せちゃダメじゃん芝居中は、うん、あれだよねなんか絡めこうまた全然なんかこう最初の方だって、うん、映画もう大役、うん、最初の方だったんですけど、うん、多分気合いも入ってたから気合いさだから多分それもなんかこう乗り越えられたんだろうねそういうのもねもうしゃあないともうこれが映画だみたいな あそうかもしれない、ね、もし俺が普通に経験踏んでて、うん、もしやってからなんかあっちょっと待った、うん、でな止めてたかもしれないそうだね、うん、確かにああちょっと怪我の巧妙じゃないけど、ね、確かにあれいいシーンだったもんなで、あの、なんか高行とさ、バーンとこう高行にさ、お前かみたいなことやられたシーンあったよ、うん、なんかこう、うん、どっかの。あの、俺が、なんか倉庫みたいな。ちょっとだから、さ、そうそう、なんか、そうちゃんのことを、ね、何人か連れて、あ、違うか。なんか女の子。女の子をさらすシーンか。うん、そう。で、高行が怒ったよね。高行っていうか、あの、芹沢が怒ったよね。お前がこんなことしたのかみたいな。うんシーンがあるじゃん、うん、あの時とかもうテストの最中から自分でもう壁に頭ガーンそう俺知らないからさ ね打ちつけてて俺みんな心配してたの、うん、大丈夫かなねっつって、うん、ガーンっつっていやちょっとどうしようって俺さやり方が分からないからもうとりあえず一生懸命、うん、ね、うん、もう入り込んで入り込んで、うん、テストの時にみんなこうやって手抜くとか分からないから分かんないねで高い息がバーンなってバーンってうわーってなるの何回やっただろうねあれもう軽くだって脳震盪起こしたもんねあれ脳震盪起こした、うん、でカットってなったからね三池さんが大丈夫ですかはい大丈夫あ大丈夫ですよね本当に今一生懸命やってたよ楽しかったね楽しかった、うん、だからあれじゃないうんね、うん、三池さんも自信あったんじゃないだって言ってたじゃん、うんあ僕は10年、20年先でも残る映画を作った自信がありますって。うん。まあ何よりこう、中が楽しかったわな。すごかったもん。ね、エネルギーが、やっぱり楽しかったね。うんえいや、いろいろ思い出してきたわ。思い出したら言ってよ。そういや、どんどん言ってよ。えこれはそうちゃんのことよ。うん。だから2になるとさ、クローズ02になるとさ、うん
やっぱりこの1の時の仲間意識ってすごかったじゃん。うん、ね、すごかったね。確かにめちゃめちゃすごかったじゃん。自分らがやってきたっていうね。そうで、ヒットしたしね。ヒットして、なんかこの仲間意識ってめちゃめちゃすごくて、うん、なんかそのまま2に、うん、2年後かに2の撮影が始まって、うん、違うな、もう1年後ぐらいに撮影始まったんだ、うん、したらまあ宝泉っていう違う軍団が来るじゃん、うん、でここの結束があってさ、うん、向こうの結束があってさ、うん、まあ、プロデューサーの意向で、うん、ね、俺ら芹沢軍団の GPS とかも、うん、あいつらはもう撮影中なんて口も聞いてなかったし、うん、ね、もうバチバチだったよ撮影中はっていうのを、うん、やりつつみたいね。そう、宝泉、うん、の方々に言ってて、うん、僕らそんなことなかったから、うん、めちゃめちゃ仲良かったし、仲良かったからこうしようこうしようって、あ、怪我もなく、いや怪我あったけど、うんね、そう、うん、できたわけよね、うん、あんなエネルギーこもった映画が、うん、したらなんかね、うん、あ、おはようございますっつって、初めての方とかに挨拶しても挨拶し返してこない、うん、ねえ、そうちゃんも、あ、どうもっつっても、うん、フルシカと、うん、そうね、うん、まあそういう役を作ってきてんだなって俺は思うけどさ、うんうん、ね、中間地点でその空気が悪すぎるってなって、ね、なんかそうそう、みんなでさ、ご飯さ、うん、中打ちみたいなね、そうそう、懇親会みたいなね、始まったよね。そうそう、俺誰だっけ、あ、うん、うん、思い出した、思い出した、うん、俺も思い出したけど、うん、まあある方がさ、懇親会、もう仲良くなるしようっていう会を作った時にさ、うん、ね、宝泉の一人が、うん、なんか、はい、乾杯って言って、なんか、うん、そうちゃんがみんなで、おい、おい、乾杯ってやった中に一人入ってきたね、うん、乾杯さ、バコーンだ、誰だったよねってさ、記憶ないね、ね、覚えてるさ、バカーン、誰だったよね、知らねえよ、おめえの名前なんて、やつって、え、凍ったよね、あれ、凍った、凍ったよ、キンキンだったもんね、確かに、グラス、違うよ、そうじゃなくて、気持ちが凍ったってこと、そう、あの、グラスバコーンって貼ってさ、あ、お前らよって、こっちが挨拶しても挨拶してこなくてよって、なんて、どういうつもりやってんだよ、これ、つって。お前らの作品じゃねえんだよみたいな、俺らだ全員で作る作品だろこれってなんかすげえ言ってるさ、あ、ごもっともだなとか思いながらもちょっと誇張してますよねいやマジでこれちょっと抑えて言ってる、うん、まあね、 そうね、そしたら、うん、なんか長の本人のね、プロデューサーともめちゃめちゃ喧嘩したし、うん、あったね、あったよ、クローズはいろいろあったね、あった、本当ね、あのなんかこう熱量があったから、それが画面に出たっていうかね、うん、映像に出たっていうか、うん、スクリーンに出たっていうのはあると思うけど、うん、マジでその1と2、まあ2か2の時はもうバチバチだったね、バチバチだったね、うん、うん、まあでもああいう風にやってこう盛り上がる作品をね、こうまた、うん、要もね、どっかで、そうね、やっぱもう年も年だから学生やってください、うん、絶対無理だけどさ、なんか魂こもったね、うん、なんか役は多分今後何回できるかわからないけどさ、うん、そうちゃんもやっていこうよ、まあまあ本当に芝居は好きだからさ、でしょ、芝居は好きなんだけど、俺も今だからここで、うん、はい、役者復活しますなんてそんなの言えないよ、うんうん、なんかこう偉そうに言うわけじゃなくて、なんかその媚び売りたくないじゃない、媚び売ってちょっと戻してください、この作品出させてくださいっていうのはもうちょっと違うかなと思って、ね、俺ももうそれはできない、うん、無理だけど、そこまでして芸能界にしがみついてたいとは思わない、うんな、うん、だからまあそこじゃなくてもなんかこう作品的にやっぱりさ、もう分厚いものとかさ、うん、腹がこう座ってるとかさ、うんうん、本当骨太なさ監督さんもいるじゃない、うん、ね、スタッフもいるじゃない、うん、だからその人たちがまあこうキャストありきじゃなくてさ、なんかもうどうしてもこの人使いたいっていうかさ、うん、ね、ここは絶対遠藤くんだよっていうさ人もいると思うんだよ、うんうん、絶対遠藤かなみにやってほしいんだよっていう人もいると思うからさ、うん、そこはなんかこう柔軟にね、
もうその時はもしそんな人がいてそんな時が来たらもうそこはもう心からありがとうございますでしょ、ね、うん、命かけますでしょ、うん、だから多分本当にカラメロなんかこう作品見たい人なんてものすごくいると思うよ、うん、あそこのルーキーズの作品でもそうだけどやっぱカラメロシーンって閉まるからね出てくると、ああ嬉しいなそれは。でもそれは多分言われたことあると思うんだよ。ああそれ実際その三池さんに言われた。そうでしょ、うん、あのやっぱね遠藤さんが出てくると閉まるねって、うん、でもだからルーキーズはもう仲間感がすごかったじゃん、そうちゃんたち。そうだね、もう出来上がってたの、うん、ましてや原作の作品だからすげえやりづらかったよね、うん、確かに確かに。怒られるし俺がさ、うん、最初に出会う野球部と出会うシーンでさ、うん、なんかなんかお前ら野球部かみたいな、うん、潰してやるよみたいな時によ、うんうん、桐谷健太君がさ、うん、カメラ回ってない、回ってるこのカメラの後ろでさ、うん、そのニコ学ナインがさこっち見てる時にさ、うん、睨んでんだよ、うん、目線で作ってくれるんだけどさ、うん、俺もこうやってやってやるよって、うん、すげえ笑わしてくれるんだよめちゃくちゃ変な顔で笑わしてくるの、うん、でそれをみんな知らないからさ、うん、俺って笑っちゃったらさ、うん、その隼人とかさ、うん、えっつって、うん、えなんか聞いてたのと違うじゃん、笑っちゃってるじゃんみたいな、うん、多分そうちゃんか誰かがなんか、うん、いやあいつめちゃめちゃ熱い芝居に熱いやつだとか言ってくれてたのか分からんけど、うん、え全然違うじゃんみたいな、うん、え笑っちゃってんじゃんみたいな、うん、俺はマジあの時ほど健太君を恨んだことないねまただかそれ15年の恨みだな、うん、お前恨みも過ぎだな、うん、それも謝ってもらってないからね、あそういつかいつか謝ってもらおうと思ってまあでもこう期待してくれるね、はい、要の作品を期待してくれる人がこれから先もいると思うから、うん、やっぱりこう1月、ね、7日の、まあ、本当まずとりあえず怪我しないように、はいね、大会出て、うん、でどれだけの人にこう自分の生き様を見せて、でそこから先つなげていけるかどうかっていうのは、はい、俺も楽しみにしてます、うんうん、そうちゃん出ないの俺そういえばなんで俺だけそういえばさ振られて、いやだから俺はなんかこういい思いしたじゃない、なんかこう自分の中でさ整理したっていうか、うん、よし、うん、っていう気持ちがさ、いや俺そうや、うん、なんで俺ばっかそうやって俺自分のこといっぱいいっぱいで聞けなかったけどさ、まあまあ、じゃあとりあえずそんな感じでね、今回は遠藤くんが1月7日試合出て、はい、でまたここからね先役者としてあの活躍してくれることをね僕も願ってますから、はい、また遊び来てください、はい、遊びます、はい、うん、お願いしました、頑張りましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。